れよ、このクソ熱い砂漠で鍋焼きうどん作ったやつ。もう少し考えてほしいです。同感だな。鍋焼きうどんみたいに味の濃い料理は熱い上に喉が渇くだろ。食べるほどに体力を消耗してる気がするわね。さっきから汗が止まんねえ。クソ最悪だ。ユリが珍しく切れてるよ。大将、これ貸しにしていい？何がだ？切れてごまかそうったっておっさんにはバレバレよ。昨日うどん食いたいって言ってたよね。自分で作ったの？リクエストしたの？俺が悪かった。砂漠で鍋焼きうどんは食うもんじゃねえな。